ニコニコのどのくん。どうも、小栗旬です。さあ、今日はですね、久しぶりのズボラ飯をね、作っていきたいと思います。カレーライスをね、今日作っていくんですけど、カレーライスって、めっちゃ時間かかるじゃないですか。そんなカレー好きのあなたに朗報っす。はい。この麻婆豆腐とカレーで、簡単にね、すぐにカレーができちゃうんで、よかったらね、ぜひ試してみてください。じゃあやっていきましょう。レッツゴー！ドッドッドッ。どのくん、はい、じゃあですね、今日使うやつはこのね、麻婆豆腐のやつがこの3人前のかける2袋あるんですけど、これを、まあ、1袋2人前なんですけど、1袋とこのカレーのルー、これを半分で大丈夫です。2人前なら1個の2個入ってるうちの4分の1ですね。要は全体の、あとこのスパイスなんかもともとルーに入ってたんで、ついてたんで、これを使ってね、作っていきましょう。火の強さはね、中火から弱火、そんな強くなくていいです。で、最初にこのね、麻婆豆腐のタレを入れていきましょう。入れて一袋、弱火ですね、最初でね。これが味噌なんですけど、麻婆豆腐の素ってひき肉が入ってるんですよ、もともと。だからね、その食材の節約にもなるんで、ほんまにおすすめっす、これ、うん。で、これ一袋入れた後に水、2人前だと 180ml ですね。 180ml をこうやって一緒に入れてって、あとはこれでね、3分ぐらい待つだけです。これはもうこんな感じです。これでね、この麻婆豆腐の元々あんが入ってるんですけど、これはとろみはね、まあ好みですね。入れたい人は入れて、入れなくていいやって方は入れなくてもいいと思うんで、まあそれはね、個人の好きでいいかなと思います。3分ぐらい待ちましょう。はい、そしたらね、ほんまに今3分ぐらい経ったんですけど、こうやって火がね、通ってきたなって感じ。ほんまに弱火なんですけど、火が通ってきたら、まあね、このルーをこの半分でいいんですよ、2人前と。ほんまに4分の1を入れてあげて、でまたね、溶けるの待つだけです。めっちゃ簡単よね。なので、またね、これを溶かしていきましょう。はい、めっちゃいい感じじゃないですか。すごくない？キーマ風だよね、もう。これね、今、3分ぐらいかな、また。ちょっと火を一瞬強くして、混ぜながら3分ぐらい経っただけでも、こんないい感じになってきて、もうほんまにこれで出来上がりなんですよ。あとはね、ちょっと全体に、馴染みを混ぜてあげて。うまそう、めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。お兄さん、ここに美味しいカレーあるよ。ふふ、みっ、おお、炊きたて。ちょっと待って、しっかり待って、下をね、かき上げてあげて。うわ、これだけでうまそうだもんな。よし、移っていきますか。こんぐらいでいいかな、宮城ご飯。うん、こんぐらいでいいか。ご飯はね、宮城が炊きました。オッケー、じゃあよそっちゃいますか。これルーの量ちょっと少なかったかな、ご飯の量にしては。まあでもね、キーマカレーみたいなやつってルー少なくてもね、いけるもんね。じゃあよそっちゃいますよ。こっちご飯の上にかける？どっちもいい。ああいいじゃん、いいじゃん。おー、うまそう。そう、これね、ルーがねちょっと少ないみたいな思うかもしれないですけど、キーマカレー風なんで、ルーはね、こんぐらいで全然足りるんですよね。ご飯がこんぐらい多くても。いいか、こんぐらいで。できる男は、この間に、フライパンにね、水を溜めて、洗いやすいようにね、しとくんです。これが、味噌。決まったぜ。できました！じゃーん、じゃじゃーん！めっちゃうまそうやない？めっちゃうまそう。しかもね、これ調理時間がね、ガチでね、冗談抜きで10分ぐらいで、10分もね、かかってないんですよ、これ。ほんまに、フライパンの中に麻婆豆腐の素と水を入れて、2、3分待って、そこにルーを入れて、もう、あと混ぜるだけみたいな。いただきますか。お手手に合わせていただきます。
うまい。マジでうまい。冗談抜きでうまいんで、ほんまにみんなやってみてください。カレーがね、好きな人は。いやいや、早く食いなよ。どのぐらいうまい？このぐらいうまい。このぐらいうまい。俺ね、カレーめっちゃ好きだよ。もう世界一愛してる。もう、ね、彼女も欲しいけど、カレーライスの方が俺好きで。いろんなね、店を行くんですよ、俺。結構、カレー店。例えば、有名やと、ココマルとかあるじゃないですか、ココマルね。マジでね、そこに出てもおかしくないぐらい、マジでうまい。これ多分、ほんまにね、ココマルで出たら、やばいよ。絶対バズる、これ。あと今日ね、俺、実は Uber Eats をね、今日やったんですよ。今日ね、6時間半で、9729円稼いで、20回乗ったんですよ。で、20回乗ったら、なんか、プラス1300円みたいな。だから、9700足す1300は。1万1000円か。そう、6時間半でね、1万1000円稼いだんですよ。めっちゃ頑張ったよね。やっぱりね、Uber Eats をね、今日は頑張ったんで、今日はね、贅沢をね、しました。それは、こちらだ！やつが満載やん。出会えたことに、KP。このね、辛いもね、俺辛みやからビール合うよね。ビールやっぱ辛み、辛気合うよな。うまっ。大変美味しいご出した。いただきました。ごちそうさまです。それからね、辛めが苦手な人は、甘めとかもあるから、カレーとか麻婆豆腐。そういうので調整できるし。でね、ちょっとね、一回味見を しながら、ちょっと濃いなと思ったら水足したりとか、薄いなと思ったら逆に量をちょびっとだけね、入れてあげたりとか、そういう調整もできるし、ほんま10分あればできるんで、よかったらね、皆さんやってみてください。またね、今度、来週、どうかな？来週、いけるかわかんないですけど、また、こういうね、ズボラ飯系もね、今後、どんどん上げていこうかなと思うんで。はい、よかったらね、そちらも見てください。ありがとうございました。ごちそうさまでした。バイバイ。